ホーム北口9、北口9南口大泉学園駅は東京都練馬区東大泉にある西武鉄道池袋線の駅である。駅番号は SI11。京上駅社改善の北口と西武バス島式ホーム1面2線を持つ地上駅で京上駅舎を有している。ホーム、南口、北口のいずれもエスカレーターとエレベーターが設置され、 コンコース等を連絡している。北口とコンコースを連絡するエスカレーターは、上り方向のみで、その他は、上下両方向が設置されている。北口に、従来の地上へ降りる出口に加え、再開発ビル、リズモ、大泉学園へのペデストリアンデッキと直結する、出口が2015年4月10日に新設。トイレは2階改札内コンコースのホーム業。 エスカレーターエレベーター手前にあり、多機能トイレも併設されている。改札内コンコースには2008年3月16日に、松本イジの漫画作品、銀河鉄道39などに登場するキャラクター、車掌の FRP 成立像が設置された。これは、同日に開催されたイベント、ネリタンアニメプロジェクトイン大泉の一環として置かれたもので、車掌は、 同日より当駅の名誉駅長とされた。また、松本は当日に1日駅長を務めた。このほか、筐体に銀河鉄道39のキャラクターが描かれた清涼飲料水の自動販売機も設置されている。2009年3月8日から映画銀河鉄道39の主題歌銀河鉄道39を発射メロディに採用した。編曲は作曲者である。 竹川幸秀が担当した。1番ホームではサビ部分、2番ホームでは A メロ冒頭部分のアレンジをそれぞれ使用している。これは同日に開催されたイベントネリタンアニメプロジェクトインを大泉2009の一環として採用されたもので、竹川は当日に1日駅長を務めた。2020年度の1日平均乗降人員は64,601人であり、 西武鉄道全92駅中、第8位。西武鉄道で接続線のない途中駅としては、最多であり、唯一8万5000人を超えている。朝ラッシュ時に運行する通勤準急など、通勤を冠した列車種別はいずれも当駅に停車する。1988年から2001年まで1本のみ、設定されていた通勤快速は、当初は、 所沢始発で途中は当駅にのみ停車していた。2009年度統計では、利用者の大幅な増加があった小竹向原駅に抜かれ、一つ順位を下げている。各年度の1日平均乗降乗車人員の推移は、下表の通り。箱根土地が学園都市として開発を行ったが、大学などの高等教育機関を誘致できずに、名前だけが残った。 東映の東京撮影所が位置しており、そのため芸能関係の居住者が多い。閑静な住宅街が広がる。大泉学園ゆめりアい東映東京撮影所、東映アニメーション大泉学園駅北口、ゆめりやエレベーターから見渡す富士山、大泉学園ゆめりあり、東京学芸大学附属大泉小学校、附属国際中等教育学校4番の売り場、この他に、 小手差駅、北口行きの深夜急行バスが大泉学園に聞きたい入り口に停車する。ありがとうございます。